です、いよいよもう沖縄から去って、まあ、バンコクですね。いよいよバンコクも見えてきましたね。バンコク帰ります。シャトルバスで行くんですよね。そうですよ。はい、わかりました。あそこなんですね。あ、じゃあその乗り場の近くで降ろしてもらえたら一番ありがたいんですけど。はい。あれ取ってないんですか。え、なんですか。なんか手続きするんですね。あ、今から手続きです。あ、手続きはじゃあこっちでやるんですかね。バスでこっちまで来るんですよ。そうですよね。こっちからバスでこっちに。はい。で、またさ。そうです、貨物のとこみたいなとこですね。タクシー入れない。ああ、そこタクシー入れないですね。わかりました。そうですね。でもまあ、 シャトルバスがあるのは分かってますんで、そのバスの近くのとこで。確かでもこの辺に止まったんですけど、どこっていうのは。あ、この左側のとこへ。はい、わかりました。はい、じゃあ、すみません。これいいですか？いや、ここでいいです。大丈夫です。
大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、大丈夫です。あ、ありがとうございます。はい、大丈夫です。さあ、到着しました。いやいや、19時44分、うん、ベストタイミング、ベストタイミングですね。 UCC の缶コーヒーまた来た。そしてわらが来てもいるじゃないですか。持ちギャグでね、ギャグにもならんと。コカ・コーラより UCC の方が人気あって沖縄。おお、そうなんや、そうなんや。とりあえずあれしようかな、ピーチはどこで受付するのか一応聞いとこうか、一応確認を。向こうにチェックインカウンターがあったはずなんやけどね。総合案内所かどっかあるかな。レンタカー、うん、ここじゃないかな。ピーチコーラはまたそれもネタでしょう。もうインフォメーションあった、あそこで行こう。 UCC の霧の紅茶というのが若者に人気。霧の紅茶なんかうまそうや。シークワーサードリンクはうまいですよね。ということでちょっと待っててくださいよ。チェックインも向こうの、カーゴのターミナルみたいなところで。はい、わかりました。乗り場はあそこですか。はい、こちら外出て目の前バス停4番です。4番です。はい、わかりました。ありがとうございます。エントリープラグ内に満たされてる。なんやろエントリープラグって。なんや、俺にはよく分かれんです。霧の紅茶ね。俺紅茶が今ちょっと飲まれん体質になっちゃったんであれなんですけど、おま紅茶大好きなんですよ。もともとすっごい紅茶。これちょっと押さえとかな、逃げんといてくれ。これちょっと押さえとかな。美ら海水族館行ってないからね今回。おーおー、角が LCC で起きりたいと。いいっすね、いいっすね、癒される。やっぱり空港に余裕で作るのは大事なことやな。エヴァンゲリオンの値段、霧の紅茶、霧の紅茶売ってんのかな。っていうか俺買ってどうすんの。皆様にお配りしますって言うても俺国際発送するの。それ難しいやろ。あ、ローソンがあった。ミルクティーに、ミルクティーもね、もういけるのかな俺そろそろ。俺肝臓ねちょっと病気してからねダメになったんですけど、まあ、そんな話どっちでもええな。これわざと。とりあえずないよ。
とりあえずバイアリスシークワーサーを買ってこれからの備え、これはうまかったからね。また売店見つけたらちょっと寄ってみましょう。あの駅ってどの駅？霧の紅茶？俺が紅茶飲めない理由。そうやね、ほんまにギャグやな、ほんまに分解できへんって。草食動物としては最低の部類。お豆腐を触っててあまり受けなかった。それはね、微妙なとこやからね、バリバリ行ってしまうからね。お酒ほどほどに、僕はね、基本的にはね、タイではお酒飲まないので大丈夫、そこは大丈夫ですよ。まあもし飲むんやったらウコンの力をめっちゃ買っていったんやけども、あ、ていうかそうか、ウコンの力買わんでいいな。俺タイにウコンめっちゃあるんですよね、よく考えたら。安くてタイに満たされるのめっちゃ怖い。それは怖いよ、なんでも空気以外絶対怖い。今日の晩ご飯のメニューは何だ、何だろう、変なことに決めつける、どんなことやねん、何に決めつけてるんやろう、ちょっとすごい気になる。飲めない理由に笑ったんじゃなくて、そうなのかって言ったらどれによって包まれた。あ、そういう気になる。え、ちょっと待って、どこへ。よし、もう余裕やな、ここまで来たら。俺のための個室も用意されてた。ええー、ねえ。ちょっといかんを聞いたよ、場所ね。ちょっと。米拾いきれてない、もう米米クラブならぬ米スクラブですよ、ここは。今日は舞茸あんかけの揚げ出し豆腐ってうまそうやな、うまそうやな。でもこれ舞茸であんかけで揚げ出し豆腐やったらちょしんどいけど、頑張れば俺も作れるな。舞茸手に入るの最近、椎茸じゃなくて舞茸なのだ。飲めない理由じゃなくて、慣れたら楽そう。
松茸とすごいな。あれたら楽しそう。エヴァに乗れるのは選ばれし者。まあね、そう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 。しいたけは明日。親父ギャグ来た。もう親父ギャグばっかりですよ、俺。親父ギャグしかない。あ、いかん。これ閉まってない。タイでのお料理配信ね、うん、お料理配信頑張ります。でもとりあえずあれかな、あのジンさんに聞いた、あのあジンさんじゃないヒラニーさんに話が出てた、あのコーレグース作ってみようかな。あの焼酎手に入れて、安い焼酎かなんか手に入れて、そこに唐辛子を漬け込もうかな。でもタイの唐辛子漬けたら辛そうやな。じゃ辛ないのもあるかな。動かせないけど乗ることはできる。あー乗るだけやったらね、乗るだけやったら。お料理配信ね、よくあれやな、あのスプデリマを俺まだ紹介してないもんね。メキシコのあの鶏のスープ、あれは結構、あ違うわ、スプデリマは紹介したんか、紹介した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 。何時乗りたい、それは俺も乗りたい乗りたい乗りたい。トゥクトゥクの次に乗りたい。絶対に怒らないタイ人を選んでください。それは難しいけども、まあマイペンライで済むからな。マイペンライ、あのまあナンクルナルさんに近いような、あの、まあ、大丈夫平気みたいな言葉がねありますからね。あれでなんとか。サイドメニューにねるねるねるねって何やったっけな。それ聞いたことある。ねるねるねるねって何やったっけ。例のそう、一気飲み一気飲みです。ねるねるねるねはデザート、それねるねるねるねの元があるんかな。どうなんでしょう、それねるねるねるねの元があったらそれちょっと手に入れられないかもしれない、この今この空港では。でもここで出てるいうことは違うんかな。ここで話が出てるいうことは、ねるねるねるねは何かで作れるんかな。だから長い名前やな。コクビットは別な、特別な人じゃなくても入れる。でも入れさせてはくれない。まあね。そう、それはね、どんなコクビットでもね。ねるねるねるねあんのかな。パーティーねるねる買うの。それで、ねるねるねる言いたいだけない。そうか。そっちか。よし、LCC 乗ろう。LCC バス、出てもうたから。まあいい、全然余裕ある。ねるねるねるね配信って、ねるねるねるを作ればいいの？それだって、どれやん。結局、言いたいだけね。やっぱりそれ、言いたいだけやん。それ配信ちゃうやん。4番言ったらこれ2番、向こう3番やから、あれ違うんだ。作る過程からも面白い。おかしい。寝る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 、あれ違うぞ。4番言ってたな。4番どこやねん。那覇エアポートとかあの辺かな。あそこに書いてそう。これ出てちょっと行って言ってた。これ2番。あ、バス乗り場は書いてない。さっきは君たち3番やったよな。あ、LCC って書いてる。やっぱりそうか。美味しい。ねるねるねるね。わからんわ。音符ついてても音階が全くわからへんわ。あ、LCC 急いでる。
さあそして俺も LCC シャトルに乗ってカーゴターミナルから運ばれよう。って言われても全然わからんぞ。それ音程全くわからんかったからな。音階近かった。え、木村さんいた？どこに？どこや？兄貴がこんなとこにいるな。これこっち置かない。这边只能一台。好。OK OK， 你要来吗？我这里刚好有延后啊。我的心上这边好了。我有办法吗？你那个车给我了，放下来，放着，给我。这样就好了，这样可以。不要等。就刚这些。那我等了，等。林さん、ありがとうございます。どうぞどうぞ。お疲れ様です。から何頑張ってください。何かあると思うので頑張ってください。那覇におったら大変やな。中国の人多いっすね。多いっすね、やっぱりね。北海道から那覇って急激やな。めちゃめちゃ乗ってきたぞ。荷物を積みます。そしてタイヤを上げ。大変なことになってんな。兄貴大丈夫かそれ。おお、爆買いパワー。夏の北海道でね、できるだけ頑張ります。千羽可以吗？帰国で大阪日帰りってそれまた。要不要坐着啊？最近就来了。そこまでできたら本物。坐一下就好了。下面。セミス試乗してたんですか？無限ロケで。でもマジでそんな感じは、やっぱすごいな。その仕事は俺にはできんな。いやー、愛すべきキャラね。僕も愛してますからね。バンコク帰って何が楽しいって、木村さんのキャス見るのも楽しい。というかあれや、ニコニコほんまなんとかカードも作らないね。まずはあれやな、会社でとりあえず愛されすぎ。今固まってしまう。フリーズしてそのまま止まってしまわんように。
今ベンツ乗ってる。木村さん、木村さんベンツ乗ってんの。いや、というか空港や見てなかったっけ。結構きついカーブやな。サングラスかけてましたよね。深夜に雨の中走ってた。そうなんですか。北海道民はその激しい雨の中走らないです。市場じゃない。え、俺の話。道民が走らない道を走ってる。それが木村さん。すごいな。おっと、もっと、もう一回人カーブ来るか。来るな、これ。来る来る。ありがとうございます。とりあえず切れたら29分、あっていうか今切った方がいいかな。今とりあえずちょっと一回切ります。じゃないとちょっと混雑だいぶしそうな感じ。ということでちょっと一旦